皆さんこんにちは。いよいよパリね、オリンピックが始まりましたけども、その前の日ですかね、あれ鉄道が3カ所なんか、鉄道がですね、破壊したということですね。それで交通麻痺になりまして、まあ、テロなんでしょうけれども、まあ、大事に至らなくてよかったんですけども、それ交通麻痺で起こして、大変な あれだったんだけど、まあ、一応なんとかね乗り切って、ちょっと心配ですね。あのテロ、いろんな世界が今情勢がおかしいんでね、ウクライナもはじめ、ですね、ガザ地区の問題、パレスチナ問題ですね、そういった中で本当になんとか無事オリンピック終わってほしいなと思いますね。とてもとても普通ならね、これオリンピックできるような状態じゃないんだけども、まあ、なんとかやりたいということでしょうね、まあ、なんとか乗り越えていただきたいと思いますけども、まあ、ウクライナもね本当にまあ、いろいろと今動いていますね。これでちょっと意外だなと思ったのは、このウクライナのウルバンだったかな、外相がですね、中国の方に行って、なんか停戦のね、話をしてもいいようなことを言ってたんだけども、で中国は、そうだねということで、まあでも最低限はやっぱり試験と領海は守らなきゃいけないからねということを、驚きましたね。ということはね、戻すということなんでしょうかね。いや、それはありえないしね。だから中国がそういうこと言うと、自分たちは何なんだということありますけどもね。まあでも試験と、まあ普通ならですね、やっぱり常識的な答えですよね。試験とその領海は守らなきゃいけないっていう、そういうことを、この間出てましたね。びっくりしましたね。ドミトリクレーバーっていうね、外相ね、で、そのね、停戦の準備していかなきゃいけないって、それにはやはりね、中国の方ではやっぱり最低限の領海とね、試験は守らなきゃいけないということを言ったということ、珍しいなと思ってね。試験尊重ってね、なんか、珍しいなっていうかね、驚きましたね。ですから皆さんね、まあどうなるかって、中ロシアもね、そんなにね、威勢がいいっていう感じ しなくなりましたね。なぜかというと、もう戦車がボロボロだということで、50年前にそれもちょっともう少なくなってきたという話、これもでも分かりません状況は。しかしあとウクライナの方があれ石油基地ね、爆破しましたね、ロシアの国境を越えてね、ロシア側の方ですね。それとこの間弾薬庫、それも破壊しましたね。結構大きい被害が出たみたいですけども、いよいよその国境を越えるってことが大体的じゃないですけどね、あんまりそのこと言っちゃいけないだろうということで、密かにやったらやっぱり報道してましたね、ウクライナは静かに報道してましたけど、世界は航空で見えますからね、ですから宇宙ね、宇宙衛星でね、状態が見えますから、そんなことで、やはり、まあ、防衛の一番は攻めること、攻撃が最大の防衛であるという基本路線がありますから、守る一方でこれでダメですね。やっぱり自国の都市とか破壊されますから、まあこれ基本原則っていうか、これ危険ですけどね、攻撃は最大の防衛である、防衛であるということですね。ですから、いよいよアメリカも止めることはしないということを言ってます。ヨーロッパ側もこれはもう協力、アメリカに見習いがありますから。ただバイデンの時まではいいかもしれない、それ以降は分かりませんけれども、とりあえずですね、
攻めに少し転じてるという感じで、向こうは守ることができなかったんですね。だから弾薬庫とか石油基地とかで、いろんな基地がね、攻撃されれば、いよいよプーチンが怒り狂うか、よくわかりませんけども、まあ状況は少しずつですよ、わかりません、現実は。これ情報戦ですのでね、ある半分は。ですけど、わかりませんけど、ちょっとこの流れがね、少し傾いてきてるような感じを受けます。ですから皆さんもですね、この状況ですね、ガザの方はですね、ちょっともうこれは厳しいですね。ガザ、あてガザ地区と、ヨルダン川西岸、あれもちょっと厳しいですね。これ、じり貧ですね。これはもう見えてきてますね。だからね、アメリカのね、動きもちょっと微妙なね、動きになってきてますね。皆さん、ぜひですね、このガーのパレスチナ、ちょっと厳しいで、だからもう、周りの、ね、ルーシーとか、なんかヒズボラとかもね、ちょっと焦り気味のところが出てますけれども、でもこれはですね、一時的にはもう、これは一時的っていうか、もうガザとヨルダンは危ないですね。ぜひ皆さんって、ウクライナの方もよく分かりませんけれども、ちょっと風向きが変わってきているように思います。これは私の意見です。だから、分かりません。真実は分かりませんけど、そういった感じをしても、皆さんもぜひですね、国際社会、そしてオリンピックの、ちょっと心配です。その辺も見ていただきたいと思います。どうもありがとうございました。失礼いたします。